川さんにお伺いしたいと思いますが、今回はね、はい、あの池松くん演じる海人くんのこう彼女役ということで、一番感情をこうあらわに出す役でしたけれども、はい、何かこう演出で記憶に残っていることとか、ご自分の中で意識してたことはどんなことでしょうか。そうですね、あの今常盤さんのお話を聞いて、やっぱそういうふうにあえて喋らないようにしてらしたんだなっていうのを今私初めて分かって、はい、すごい私の中では緊張感があったので、私が演じた役的には、まあ、結構若さっていうものがキーワードでもあったので、なんかそういうのに疎いというと変ですけど、それともあえて気にしないようにと思って、私は私で結構その平気なふりをしていたんですけど、結構はちょっと実は緊張してて、でその感情をぶつけるシーンの日もやっぱりこう、やっぱここで思いっきりやらなきゃっていう、やらなきゃやらなきゃっていう気持ちが割とあったので、結構緊張しましたね。で常盤さんはそれをずっとこう結構見ていらっしゃるっていうシーンなんですけど、だからこう見られてるだけですごく緊張してるところがあって、なんかそれはすごい小夜子さんのなんかこうもうそのものだなってすごく私は思いながら、それがこういい緊張感になってやらせていただきました。はい、常盤さんはね、今の辰川さんのお話を聞いていて、その時の思い出というのは、やっぱ感じ悪かったんだなと思って。いや、感じ悪いわけじゃないんです。本当すいません。違うんです、私が勝手にちょっとビビってただけで。本当そう、そうです、そうよね。何も言わずにね、そこでじーっと見てたら、でもそういう芝居だったんで、そうなんです、そうなんです、監督が書かれたそういう芝居だったので、今日いっぱい喋ってくださってすごい安心してる。おかしいなって、すごい波のある女優だなとか思って、いやすごい、なんか楽屋入ったらすごいなんか話しかけてくださってすごい嬉しくて、うまく返せなかったことが今後悔してることなんですけど、そうなんです。喋らないように言われてますけど、つまり4人とも、その他の人ともそうですけど、4人とも僕は皆さんが一応言われる演出とかいうことは一切ほとんどやってません。何にも演出しないのが私の演出で、だから本当にいいところが全部出てると思うんでね、こんないい俳優に恵まれて本当に大変幸せでした。津村さんにお伺いしようと思います。まずは小夜子の、まあ、行動がどこまでが自分たちのボーダーライン的に、まあ、OK かな、許せるかなっていうのはどこでしょうか。丸預けですか。どうですか。すごい。まずはメールから。そうですね。始まりますね。オッケー。メールはオッケー。はい。そういうことを言い合うんですか。どういう。いや今ちょっと質問の意味が分かんないんだけど。いやだから。ボーダーラインって何ですか。要はご自分の中でこれはちょっともう怖いよね。これもうちょっと NG だよねみたいな気持ちの中でもうちょっと受け付けられないよっていうことですよね。受け入れられるかってことですよね。どこまで受け入れられるか、そんな時いちいち考えてないですよね。実際にはその瞬間でしょ。だから答えられるわけないです。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。すみません。そうですか。はい、わかりました。では常盤さんは逆に最後はどういう気持ちでその行動をしてたというふうに思ってらっしゃいますか。はい、ん愛情表現というか、まあどん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 こうね、メールを送ったり、家に行ったりっていうことをしてたわけですが、小夜子ってどういう気持ちで動いてたというふうに分析されてますか。それは見て感じていただけるとありがたいですね。これ今ねご覧になる前の皆さんに言ってしまうとちょっとネタバレにもなってしまうので、それをこう想像するのが多分楽しい映画だと思うので、そこが最大の楽しみポイントだと思います。わかりました。はい、もう一つお伺いしようと思うことがあるんですが、映画の中でこの小夜子が美容室に行ったことによって、まあ、女の人が髪の毛をこう触られたことっていうことから物語というかで事件がいろいろ起こり始めるわけなので、女性の薩川さんと、はい、常盤さんにお伺いしようと思います。美容師の方がどうしてそんなにこう魅力的なのかとか、どういったところで美容師の方っていうのはこう女性を引きつけるのかっていうふうに思われますか。薩川さんから。私は結構職業柄メイクさんにメイクしてもらったりとかこうそういう機会が多いのでそんなにこう思わないんですけども、結構前テレビで見たことあるのが女性は
なんか髪を触られるとキュンとするって見て、それはやっぱり普段こう他人に触られないじゃないですか。なんか彼氏とか旦那さんとかだったら、なんかそういうこう身近な人に許してる部分だから、なんかこうそういうふうに思ったりするのかなと。ちょっと錯覚じゃないですけど、結構美容師さんがモテるってあるじゃないですか。なんか女子的にはそういう気持ちもあるのかなと思いますけど、どうですかね。はい、時場さんはどう思われますか。どうでも今回そういう映画をやることになって聞いてみたら、美容師さんにすごく多いんですってね。本当にまあ、ストーカーって言っていいのかわからないですけど、こういうことがどんどんエスカレートしていく人が増え、まあ、本当に実際多いっていうことを聞いて、で私自身も髪の毛切るときどう思うかなって思ったら、ちょっと S っぽい気持ちになったんですよ。なんか誰に切らしてあげようかしらぐらいの、なんか不思議な思いになるんだなって。女性はだから水を飲む、コーヒーを注文する、髪を切るは一緒ではないなって。髪を切るはやっぱり特別な思いになるんだなとは思いました。はい、ありがとうございます。じゃあ演じてた池松さんは、美容師の方ってどうしてモテるかっていうのは演じながら何か感じたことはありますか。知らないですね。うん、今の間の取り方絶妙だったね。知らないですね。知らない。なんででしょうね。いやだからやっぱまあさ、触れるって結構なことなんじゃないですか。知らないんですけど。なんか空気が悪いですね。そんなことないです。でも刃物は色っぽいですよね。あれ？僕に聞いたの？それ刃物って色っぽいですか？刃物は色っぽくないです。あ、そうですか。あれ扱い方間違えると大変だからね。そうですね。刃物怖いですよ。色っぽさって大体怖いんだよね。あ、なんか何言ってんだろう。わかりました。いろいろと質問すいませんでした。どうもありがとうございました。この映画はとってもゆったりとした時が流れていて、フランス映画のような時間を過ごすことができると思います。こういう映画が、こういう映画を多くの人が見に来てくださって楽しんでくれるような日本になったらいいなと私は思っております。どうぞ楽しんで帰ってください。どうもありがとうございました。映画誰かの木金、舞台挨拶を終了させていただきます。皆様ありがとうございました。薩川さんからお勧めください。ありがとうございました。